プロゴルファーの奥山です。俳優の黒田朝です。はい、最近、ゴルフどうですか？プロあのボーリングのプロテストが終わりまして、はいはい、ようやくゴルフモードにこれからまた迎えるんで。いいですね。で、練習不足だったと思います。かなりですね。はい、全然やってないです。あ、本当ですか。はい、で、下半身が回ってないと思って、はい、こういうのを作ってきたんですよ。送りました。これ何ですか？黒田さんのことを思って、夜な夜な作ったんですよ。なんだこれっていう、はい、僕なんか洗濯、布団バサミ。あー、これね。そう、はい、とあとストレッチボールをこうぐるぐる巻きにして、はい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 、100円ショップ売ってますかね。これも100円ショップでいけるんで、はい、一体どのように使うのか、はいはい、ちょっと楽しみにこれからやっていきましょう。はいはい、では早速使っていきたいと思います。はい、それでは、はい、これを使っていきたいと思います。さあ、これ一体どうやって使うんですか？わかりました。これを左太ももにはめます。はい、ここに手が当たらないようにするには下半身を回すしかありません。で、これが当たれば、はい、腰回ってない、回ってないってこと。はい、で、まあ実際当たる当たらないにしてもここにプレッシャーがあるだけで、うんうんうん、足で逃げなきゃいけないです。それで逃げてもらって、はい、勝手にお尻がね、はい、お尻が見えるようにインパクトをやってほしいという。早速やっていきましょう。はい、はい、じゃあこれを左太ももにつけてセットします。はい、上げて上げて腰がいけば当たらない。当たる。腰使わないと当たっちゃう。当たる。そうすると嫌でも回したくなる。はい、そう、そうなるはずです。これ最初素振り何回かしてもらって、素振りでハーフスイング、そう、これぐらい。そうです、そうです。絶対当たらないように回そうっていう意識が、はい、ちょっとプレッシャーある感じしますね。かなりあります。ありますよね。かなりあります。かなり近いですからね。はいはい、では打ってみましょうか。はい、そう、そんな感じですね。はい、はい、しっかりお尻が、見てみましょうか。お尻めくれてますね。あ、本当だ。これ僕 ここまで回ってると思ってなかったですよね。結構回ってるんですね。そうなんですよ。ここに何かある意識だけでやっぱ当てちゃいけないっていうんで、そう、こうなるわけです。なるんですよ。当たらないようにするには、はい、足から、そう、こうしたんですね。めちゃくちゃいいショットいいですよね。こうやってこのプレッシャーを与えて、ほら、見えてるじゃないですか。めっちゃお尻見えてます。見えてますよね。これが大事なんですよ。これ本コースで使ってもいいんだ。いいですよ、だいぶ怪しまってますけど。練習場ぐらいだったらね、まあ何つけてんだろうと思われますけどね。ちょっとみんなこんな感じで見えちゃうけど。そう、いいですね。で、ここでもう一つちょっと意識をしてほしいのが、はいはい、ちょっと今のだと胸回っちゃってるんで、はい、ここにシャフトを置きますね。はい、で、インパクトではこのシャフトの向き、はい、で、肩が止まるぐらいでイメージします。あ、この練習器具に当たらないようにプラス、はい、肩のラインはこれ以上回らないように、これと平行に。そう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 。そうするとハンドファーストで入れるしかなくなります。あ、ですね。1球目はこのアタックアングルっていうこの数値が 3. 点いくつだったんですけど、はい、マイナス、はい、で今のは 0.0 ってことは、はい、まあ、ほぼしゃくっちゃってるような状態。あ、腕がリリースしてるから、アタックアングルっていうのはこれがマイナスにならなきゃいけないんですよ、本当は。ほうほう。プラスに寄ってきてるってことはちょっとこう、なるほど、やっぱ肩も回ってるし、あの手もほどけてきてるんで、はい、腰はちゃんと逃げて、腰も逃げの胸はここと合わせて正面、そうっていう練習をしましょう。しています。腰も、あ、そうそうそう、それぐらい残すと、はいはい、当たりが良かった。で、マイナス 0.2 もっとしっかり残すとっていうのは大事です、ね。あれより残すんですか？あれより残すんです。え、マジっすか？マジっす。ほんと、じゃあ本当にこう、そう、そういうイメージですね。こういうイメージですか？そう、それがかっこいいですよ、その形が今。マジですか？これ映像見たらかっこいいって言ってますよ、皆さん。あ、本当に？そうなの？黒田さんかっこいいって言ってますよ。そうなんだ。そう、それなんですよ。ハーフスイングでいいですからね。そう、それぐらい大げさで。これどう？マジで立ち。で、映像見てみましょうね。映像を見て、
ね、でこれぐらいなんですよ。まだもうちょっと残してますよ、ね、そう、まだまだいけますね。これかっこいいんだ。かっこいいんですよ。一回僕打ちますね。ちょっとこれ持ってくる。あ、すいません。これでハーフスイングで、かっこいいな、やっぱり打つとマイナス3。マイナス3、はい、でかなりこうハンドファーストになるはずです。こういう感じ。あ、本当だ。あんなにこんなになるんだ。そうなんです。まあマイナス、まあ、1か2は目指したいですね、はい。いいですね。どうなん、これでどうなんだろう。あ、マイナス 1.2 になる。ちょっと良くなった。で、映像見ましょうね、はい、映像見るとこれぐらい。まだだな。でもかなり意識して、はい、そのやっぱマイナス 1.2 なんで。そうですね。普段からこれぐらい意識しないといけませんよっていうことですよね、はい。この上から入るっていう感覚が、はい、新鮮でいちゃ困るんですね、はいはい、これを当たり前にしてもらうっていうのが重要になっていきますから。すいません、まだすげえ新鮮です。分かりました。これが当たり前にします。そうですね、もうちょっと打って、はい、当たり前になってください、はい、分かりました。ちょっと訓練です、はい、これあっ、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 あのマイナスをどんどん増やしていくっていう、はい、イメージが重要になっていくと思います、はいはい、じゃあこれを一回通ってもらって、はい、あのどれぐらいこのプレッシャーがどうかっていうのを、はい、ああ、プラスになっちゃった。ダメじゃん。やっぱこのプレッシャーあります。やっぱりあるんですね。あるんですね。ちょっともう一回打ってみましょうか、はい、どうだろう、どうだろう、うん、ああ、まあ、マイナス。ああ、でも今のそう、今頑張りましたね、はい、はい、じゃあもう一回つけて、はい、これがあるだけでやっぱお尻めくれますもん、うん、うん、お、3、お、お、いったあ、どこ取ってる、いった。なんで3いったんだ。あ、全然違う。今度はね、3いこうって意識、うん、あ、でも3いってる。すげえ3いって今。え、そうなんだ。そう、今のであのちょっと力抜けてきてますからね。あ、そうなんだ。そう、やっぱ力抜けるとマイナス3。はあ、これ俺練習場に持ってっていいですか。もういいですよ。もうこのまま差し上げるんで。はい、はい、ありがとうございます。あのこれ見つけたらあの黒田さんって分かっちゃうんで大丈夫ですか。バレますね。バレますね。YouTube で言いますよ。全然言われますよ。言っちゃうんですか、はい、という感じで、はい、皆さんもこの練習器具でお尻が回転できるようにね、頑張っていきましょう。はい、それではまた。